Radio. はい、インテル。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日の対戦ですが豪華な顔ぶれになりました。世界最高のチームといってもね、過言ではないチームですから、そういった意味でこの試合はまた最高の試合になるのかな、そういった期待感も持てますよね。はい、さあ選手入場です。さあ、まもなくキックオフの時を迎えようとしています。キックオフ、どちらが先にゴールネットを揺らすのか。中へは一人で持っていく。ロングシュートか、どうだ。キーパーパンチング。さあレアル、今日初めてのコーナーキック、初めてのコーナーからのセットプレー。カンパニャール前線です。いいところ、さあどうだ、枠、ゴー。前半開始早々アウェーで先行します。さあレアル、この状況でどう立ち向かっていくか。レアルとしてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。長友、前には一人います。シュート、キーパーを防いでいる。左サイドからのコーナーです。ここを集中した方がいいですね。さあこれは入ってきた。そのまま行く、これをブロックした。中に2枚、中央に入れた後だったんですが、これは阻まれます。クリスティアーノ・ロナウド、左を上がる。早く折り返したいですよね。わあ、道ができましたよ。いいですね。そのままいっか、左サイドだ。中の動き素晴らしいですね。レアル、今のところ1点のビハインド。しかしそんなに悪い状況にも見えないんですけれどもね。そうなんですよね。だからなおさら小さいミスといいますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね。はい、中は4枚か、ここからいった。もっと笛が鳴っていました。オフサイドですね。やや飛び出しすぎたようです。レアル、現在1点差を追っています。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、負けてはいますけど、動き自体はそれほど悪くはないんですよね。あっと、クロスバーのわずかに上。ボールコントロール前線へ、フォローがいません。上がってく、よーった。
アディショナルタイムは3分という表示です。ここでホイッスルが鳴りました。さて北澤さん、後半キックオフです。アンビアッソ左サイド取られます。おっといいボール出ました。頭で合わせた。おっと決められない。インテルいい攻撃を見せました。いいアプローチいってますね。右サイドを駆け上がっていきます。シュート、うまいですよね。セービングには非常に定評のある選手です。カットします。グアリーン、長友左側から、ボールはクリア。ザザさん、はい、レアル今のところ1点のビハインド。高い位置でボールを奪う回数が増えていますね。ああそうですね。クリスティアーノ・ロナウド左サイド駆け上がる、直接行った。いやーキーパー素晴らしい反応を見せましたね。はい、非常にセービング力の高い選手です。これはちょっとミスになってしまいます。カンパニャール、レアル現在1点差を追っています。今日は1人で持っていくケースが多いようですね。そうですね、レアルとしてはややそのあたりが単調になっている部分でしょうね。少し変えた方がいいかもしれませんよ。そうですね、右サイド硬い、ケディラ左サイドのドリブル、どうなるのか。シュート、ポスト当たってますかね。センターフォワードベンゼマ、意地を見せるか。ミドルシュート、いやーすごいですよね。セービングには非常に定評のある選手です。あーっとここで試合終了のホイッスル。Adiós.